人と肩や肘が触れ合っているところございましたら、前後左右少しずつずれていただきまして、間隔を取った上での応援にご協力をお願いします。ありがとうございます。聖火ランナーは約3分後にこちら到着予定です。聖火ランナーは約3分後に到着予定です。到着の前に温かい応援をかけるのか、そういうふうにね、聖火っていうのを運んでるのかって、これはあんまり面白い。ちょっと変わってるだろうな、ね、走り抜けていきます。あの6キロで、ね、走ってるんですけど、このパレード6キロ結構速いので見逃さないようにしてくださいね。よろしくお願いします。さあ僕たちの、ね、仲間の気はそのまま元気に踊って盛り上げてくれてます。皆さんね、写真もどんどん撮ってくださいね。 SNS にもどんどんアップしてください。よろしくお願いします。さあ通信技術で人と人とをつなぎ続けてきた、ね、NTT だからこそつなぐという言葉をコンセプトに2020東京、ね、オリンピック聖火リレー応援しております。さあ聖火をみんなで一緒につないで、そして笑顔も一緒につないでいきましょう。うるさいな、そんなことやったことない。こんなものもらえなかったつもりじゃない。これならこれなんかどういうんだよ、それで応援すればいいじゃん。まだなお長すぎません。あるよ。あーちゃんもっと、あ、ごめんなさい。なんか投げるでやめて。あるよ。なんか投げるでやめて。母ちゃんもっとないの？普段だったら頑張れとか声かけもできるんですが、ありがとうございました。司会進行豊川観光大使の小林。聖火ランナーが前を通過したとき、豊川市陸上競技場にランナーがゴールしたときも撮影をしていたつもりだったのですが、録画ボタンを押していなかったみたいで、録画できていませんでした。なので、聖火リレーで活躍している車両紹介みたいな動画になってしまいました。